ね、出ること知らなかったし、まさかとは、まさかそんな予想してる人もいなかったから、そうだから、そうみんなびっくりするだろうなと思ってたけど、そうそう柏木由紀さんが、そう手術してしたばっかりで、まだ万全に踊れないということで、私が代理でアンダーとして出演させていただきました、ゆきりんさんのポジションで。はい、そうレッスン、毎日レッスンしてたんですけど、そうレッスンはこのレッスンでしたイエーイ。そうまあでも私はね、そう選抜ではないんですけれども、こうしてアンダーなんですが、そう初めての披露の場に、まあ、いたことをそう言って、こうやってみんなで頑張って一つのものを作り上げたことが、本当になんかすごい青春だなって思いました。そうそう私はね、そう7月の2日K公演かロックダンス、ロックやってたから振り付け好きだって、えすごい、一緒に踊りましょう。そうなんかね、そうドボンやるぞって思って、私は今月暇だと思ってそうドボンやるって言って、そうそしたらそう夜にアンダーになったから、明日からそうレッスン参加 してくださいみたいになって、そうおってなって、えどんな振りなんだろう、でもみんな難しいって言ってたなって思って振り付け動画見たら、えこれ踊るんですかみたいになって、やばって思って、でももう選抜のみんなはもう振り入れしててサビだから、私だけ本当に後から入ってきてアンダーだし、これ踊れなかったらやばいすぎるって思って、で振り入れ行くじゃないですか、公演が終わった後だったんですけど、行ったら超むずくて、えやばやばいやばいって思って、そう踊まず踊れなくて1日目全然覚えられなくて、もう絶望して、次の日振り入れして、でまあ、どんどん積み重ねていって、そうみんなの中でそう踊ることができました。そうでも本当にやばいダンスなんです。先生もすごい厳しく指導してくれて、そういっぱい頑張りました。そう何日ぐらいだ、でも完成したのは記事にも書いてあった通り2日前とかで、毎日毎日練習して、そうでもアンダーだからこそ、なんかみんなより、みんなそうみんなも頑張ってるし、私も頑張らないとって思いました。うん、私もね振り付け覚えられないと思ってたら、そう覚えられました覚えて、そうこん なんか頑張ればで、なんか覚えられるんだなって思ったので、皆さんもぜひ覚えてください。ぜひあの振り、筋肉痛はやばすぎました。もう毎日湿布貼ってもう頑張ってました。だってなんかドボン朝からやろうって思ってたけど、もう起きれなくて、体が痛くて、でも疲れもあって、もう朝もう起きれなくて全然できなくて、そうだからまあ夜頑張ってましたそうマジ起きれなかった起きれない理由を知った、だって俺も練習しようだってしてください。
そうだからね、今日は出演してネモハモルーマ、皆さんもいい曲だなって思ってくれたら嬉しいです。あ、ホアさんがタワー立ててくれた、かわいいタワーありがとうございます。あ、ドボン、ちょっと喋りながらドボンしますね。ちょ、時間合わせはちょっと後でやります。はい、じゃあみんなでお礼言いましょう。ホアさん、ありがとう、イエーイ。お、すごい、私のファンがいた、見ながらやってくれてたのかな。そうでね、本当に AKB にとっての久しぶりの選抜ってか新曲だから、すごいみんなも気合い入ってたし、そうファンの方も待望のシングルだと思うので、まあそのメンバーに選ばれなかったのはまあすごくまあ悔しいんですけれども、こうして初披露の場で立ち会えて、そう披露できたことはすごくありがたく思っているので、そうもっとこの曲をいい曲だなと思ってもらえるように、メンバーの一人として、そう選抜とかではないけど、まあそうメンバーの一人として頑張りたいなって思いました。そう、しかも衣装も私のために一着作ってくれて、そう、そう私柏木由紀さんの衣装かなと思って普通にでフィッティングの時に柏木さんポジですみたいな感じで言ったら、あ、小田さんみたいになって、で私の衣装にも小田エリナって書いてあって、えって、まあでもこれはゆきりんさんが帰ってきたらここの名前変わるのかみたいな、変わるんだろうなみたいな感じで思ってたら、そう普通に今日ゆきりんさんもあの衣装着てて、えみたいな、えじゃあこの小田エリナの衣装私の衣装なんだみたいな感じで、まあ思って、そうだから作ってくださった衣装さんにも本当にありがとうございますという気持ちでいっぱいです。そうありがとうございます。そう私はベレー帽でした。ベレー帽、ベレー帽に笑って書いてあのベレー帽すごくお気に入りなんですけど、まあ、笑って書いてあってそうなんかベレー帽になんかアルファベットが書いてあって、えどういう意味なんだろうみたいな感じで考える余裕もなく、あ笑笑だって思って、私はもうそのベレー帽がすごく気に入っちゃいましたハンチング帽か、そう私ベレー帽じゃないんです、あれハンチング帽でした、ベレーじゃない、そうあのハンチング帽にそう笑って書いてあって、え私らしいなそう笑って書いてあってすごくテンション上がりました。うん、そう草生えてたそう草生えてて、そうおおって草生えとるやんって思って、そうお気に入りになりました。わらのハンチング帽はおもろいそう嬉しかったです、草生えてて。だから皆さんぜひ私のね、あの載せたツイッターに載せた写真とか見て、あのわらわら草生えてるかどうかちょっとチェックしてみてください。わら確認します、ぜひ確認してください、わら棒本当の意味はだって多分本当の意味とかない、わらわらですでもねあの衣装もすごいかっこよくてすごい着れて嬉しかった、わら棒
新曲かっこいいねやってね。ナナさんの歌い出しがめっちゃかっこいい。めちゃんこに合ってただって嬉しい。でもみんな8メンバーとかいっぱい出たしさ、新曲も久しぶりだから、みんな見てたよね多分番組。私が出るとかじゃなくて普通に見てましたよね。私がいたこと気づいたかな。2列目がスーって列揃えるとこかっこいい。あそこかっこいいよね。そう、なんかもう何回も練習してた。ドボンしてます、今ドボンしながらやってます。エリちゃんが出るんではと内心期待していた。なんで。お代理だったの。そう、まあ、そうすごくね、なんかありがたい経験でした。噂公式ツイッターが8面たくさん出るって言ってたからかなーって。ああそれで出るかもって思ってくださった方がいたのかな。そうでも私は選抜ではないので、そう私はゆきりんさんのアンダーとして出たので、まあ、次とかいつ次また披露する時とかは、まあ、いないと思うんですけれども、そうぜひねこれからのネモハモルーマーを楽しみにしていてください。この曲チーム K でやったらめっちゃかっこよそうって。絶対かっこいいと思う。そうラチとかカナブンとかもね、なんかメンバーがお仕事の時にお仕事であのポジションに入れない、振り入れとかあるけどお仕事の人とかがいる時はそう参加してレッスンに、そのそうだからそれでね一緒に踊ってたからすごい楽しかった。ラチとカナブンがいる日、ランちゃんとかはさ、お私推し2人ランダムでやってたら、そうランちゃんとかはもうロックダンスがゴリゴリに習ってたから、そうすごい踊ってんの早くみんなに見てほしい。そう、ハマちゃんとかナギちゃんとかもラチの踊ってみた、もうバズってる。だってバズりますよあれは。だってランちゃんはロックダンサーだもん。でもまたあの衣装着てネモハモルーマ踊れる日がまた来たらいいなって思うけど、どうしよう、もうすぐ9時なんだけど、配信してたらさみんなドボンしないよね多分。だって端末が1個さ私の配信に取られるってことですもんね。
ゴールデンベッドタイムは一回配信やめようかな。ね、だからまた10時からまた配信しようかな。10時過ぎ、じゃあそう10時過ぎにまた配信しますね。一回配信やめて、うん、だから9時はみんなガチでガチ回しでよろしくお願いします。ワロタだって、ワロタワロタワロタ。時間合わせは10時過ぎからするけど、ゴールデンベッドタイムはずっとやってるから、ずっとやってれば私に会えるかも。そう、今日は髪型もなんかウェットな感じ、いつもと違う感じな感じでウェットになった。音楽の日さんにもらった。リステリンできた。違いますよ、水水です。おもろ、リステリンなわけなくない。水です。草生えた。夜ご飯食べた。ちゃんとご飯食べて、食べた。夜ご飯ハンバーグでした。食べたよ。あのダンスめっちゃ痩せそうだって。なんか痩せると思ってたけどね、動いた分食べるからそんな痩せなかった。じゃあそろそろおランキング読もうかな。また10時過ぎぐらいに配信します。じゃあ皆さん9時はドボン、よろしくお願いします。まあ10時過ぎもやるんですけど、1位目指して。でもほんとあとね、今月は13日ぐらいかな。よろしくお願いします。では皆さんおランキング読みます。いきます。13位、あ、アジズファサジズ、アジジフワジスさん、ちょっと読めないですね。この前もいらっしゃったアジズファワジスさん。12位カホさん、11位ロッピーさん、10位マーアトダシ、9位お豆道民、8位ヒノト、7位クルリン、6位ボマ、5位ジャンアット群馬にお出し、4位ミヤちゃん、3位ソニーアットお出し、2位カンタン、カンタン間違えた、2位カンタとカンカン、そして1位はホワー、ありがとうございます。配信ありがとうだって。いやいや、こちらこそです。ではね、また後ほどお会いしましょう。皆さんドボンよろしくお願いします。ではバイバーイ。